あなたを本気で口説き落とそうとしているとき、彼はこんな態度を見せるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期ではありますが、 LINE アット公式 LINE の方でも様々な情報を配信しています。下の概要欄、説明欄の方に公式 LINE、 LINE アットへのリンクが貼ってありますので、そちらの方からね、合わせてご登録くださいませ。男性が本気で好きになり、そして本気で口説き落とそうとしている女性に対してどんな行動や態度を見せるのか、その行動や態度、代表的なものを今日は6つご紹介をしていこうと思います。本気で口説き落とすというところまでね、いかないんだけど、今の時点ではまあ好きだよね、いわゆる脈ありだよねという男性はどんな行動や態度をあなたに示すのかという話はね、こういう、動画の中でもこれまでご紹介させていただいたことがあります。もうちょっとね、だカジュアルな好きか嫌いかみたいな話であれば、こちらをご覧になっていただいた方がいいと思います。こちらにね、リンク先も出てます。また関連する動画、このチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいて合わせてご覧になっていただければいいんだけど、今日はね、こういう話よりももう一歩踏み込んで、あ、もう本気だこの人、あ、本気で落としに来てるぞという時の、男の人の行動や態度はこうじゃないですかというお話、あくまでもね、代表的なものだから、ここでご紹介差し上げるものが全てかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄、説明欄の方にリンクが出ていますので、そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時でお申し込みください。近々の日時が、日程がね、大変混み合っていて、ご希望の日時が取りづらくなっているので、少し先の予定をね、余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで、今日は男性が本気でね、落としたいよと思っている女性に対して見せる行動や態度ですね、6ついきたいと思います。代表的なものです。1つ目はこちらです。はい、引き下がらないんですよね。すぐに引き下がらない。あなたがノーと言っても、いやいやちょっと待ってくれと、あなたが今は無理と言っても、いやいやちょっとなんだよ待てよということで、そのノーとかね、今は無理という話をひっくり返しに来ようとする。イエスをね、あなたからもらおうとする。まあそりゃそうだよね、本気で欲しいものだったらさ、それは男女関係なく、ね、色恋の話だけじゃなくて、何か絶対手に入れたいと思うものがあれば、それは多少ね、そこにハードルがあっても壁があってもね、乗り越えようとするじゃないですか。それと同じように、彼はあなたにね、ちょっとそれは無理だよということを言われても、まあ、それはハードルですから、それなんとかね、乗り越えてあなたの側に行きたい、そう強く思っているからこそ、まあ、粘るというかね、もう全然だから引き下がらないということですよね。もちろんそれがね、完全にあなたがその脳の度合いにもよりますけど、もう無理無理、ああもうキモいから嫌みたいなね、もう人としてダメだし生き物として受け付けませんみたいなこと言われたら、あ、もうそれはすいません、じゃあやめますって話になるんでしょうけど、まあそれなりにね、人間関係ができていて、まあこれまでもね、普通のお付き合いがあった中で、彼がね、まあちょっとね、グイグイっと来て、あなたはそれに対してちょっと、まあ、拒否反応を示すんだけど、まあそれをね、全然こう物おじせずというか、躊躇なくそれをなんとかね、乗り越えて、まあ、あなたのことを、まあ、好き、あなたのことを愛しているとかね、あなたとの関係を深めていきたいというような態度を見せてくる時というのは、まあそういう時じゃないですかと。だから逆にね、あなたもだから本当にこう好きな男性というか、この人とうまくやりたいなと思う時に、まあお相手からね、やっぱりノーと言われても、なかなか簡単には引き下がらないと思うんですよね。まあカジュアルなノーぐらいだったら全然ひっくり返したろうかなとかね、なんとかひっくり返る方法ないかなとかね、まあまだ彼の気持ちはこっち向いてないから、なんとかこっち向かす方法ないかなとかね、まあ、考えることあると思うんですよね。まあそれと同じ話なので、まあ人はね、先ほど申し上げたように、男女関係なく必ず欲しいと思ったものは手に入れようとするために、まあ、そのね、モチベーションがいって、まあそのために必要なことを、まあ、行動としてね、起こすんです。だから
まあ、あんまりしつこいのは困るし、ね、まあ、誰かで構わずね、ノーと言われることを前提で、まあ、イケイケどんどんでさ、行くようなギラギラ系のおじさんとかいるから、まあ、そういうのはどうでもいいんだけど、普段はね、そういうタイプでもないんだけど、まあ、ここぞという時に彼がね、グイグイっと来て、あなたのノーとか、あなたの無理っていう言葉を、まあ、ものともせずに、引き下がらずに来るようなのであれば、それは結構本気だよね、と、まあ、いうお話でした。そして2番目です。はい、引いて待つんですよね。1番目の話とね、ちょっと違うじゃないかっていうね、ツッコミもあると思うんですけど、まあ、これはね、状況環境場合によります、まあ、あなたがね、彼をノーではないんだけど今は無理っていう場面って必ずあるじゃないですか。それは気持ち的にね、まだ彼のこと好きになりきれていないこともあるかもしれないし、例えば仕事が忙しいとかね、まあ、場合によっては今まだお付き合いしている方がいるとか、まあ、いろんな状況や環境とかあなたの心の状態がある、彼がねいくらグイグイ来たとしてもそれを絶対に受け入れられない、少なくとも今はね、という場面ってある。それをね、彼がちゃんと組んでくれて理解をしてくれているかどうか、単純にね、今好きだから今俺のものになれみたいな話はさ、これは完全に彼都合であって、彼の欲求を満たしたいだけじゃないですか。それは言うほど本気じゃないですよ。本当に本気だったらね、最後の最後やっぱりあなたと結ばれることを彼にとっては最終的なゴールにしてるわけだから、あなたがね今は無理っていうのであるならば、じゃあ君がイエスになるまでちゃんと僕は待ちますよ、ということを言ってくれる。だからまだね、人間関係よくできてないし、あなたのことよくわからないから、あなたのこともっと知ってからでいいっていうんであれば、じゃあもうちょっとねお友達付き合いを深めていこうよとか、今ちょっと仕事が忙しくて、まあ、そういうこと考えてられないからちょっと待ってくれるっていうんだったら、ああじゃあちょっと仕事が落ち着くまで僕待ってるから、ということで他に浮気もせずね、他で遊ぶこともせず、ちゃんと待ってあなたのことを、まあね、いずれ必ず手に入れようと虎視眈々とね狙いながら、まあ、今は引こうという判断をしてくれる。まあ、ちゃんとね本当に大切に思ってるお相手のことであれば待つんですけどね、本当はね。こういう画像でもね、こちらに画像が出てる動画の中でもご紹介させていただいたことはあるんですけど、こちらに画像が出ていてね、こちらにリンク先が出てますから、結構だから男の人も女の人もそうなんですけど、まあ、どうしてもね手に入れたいからっつってね、まあ、自分が今欲しいから今みたいなことでグイグイ言っちゃうんですけど、相手にも都合があるわけで、そこをねどれぐらい汲み取ることができるか、汲み取ろうとしてくれるか、それは男も女もね、まあそこはちゃんと本気かどうかということを見極める上で重要なのかなと思います。さあ、そして3番目です。はい、釘を刺すんですね。まあ念を押すというふうにね、言ってもいいかもしれません。どうしてもねこうコミュニケーションというか会話の話の中でお相手がね自分の言葉をどう受け取ってくれたかって心配になったり不安になったりすることあるじゃないですか。ちゃんとね分かってくれてるかな、ちゃんと自分の気持ち伝わっているかな、だからこそ自分がね冗談でこういうことを言ってるんじゃないよ、俺は本気でこういうことを言ってるんだよ、そしてそれを忘れないでね、俺たちはこういう話をしましたよね、俺はさっきこういったことは嘘じゃなくてノリじゃなくて本気で君のことが好きだからなんだよ、ということを、まあ、特に別れ際とかね、まあお話の終盤間際なんかに改めてそういうことをね言っておく。だから俺はお前のこと好きって言ったよね、だから必ずいい、次会うまで他のおっさんとかね他の男と遊んじゃ絶対あかんよとかね、いやね今は待つって俺さっき言ったから、それまでの間俺がねそう思っていたことっていうのは忘れてもいいけど心の底から消さないで、必ず俺また連絡するからとかね、まあ何かしら必ずあなたの心に釘をね、打っておいて、釘を刺しておいて、忘れないようにしてもらう。そして、自分がね本気でそれを言っていたんだよということを改めて念を押す。まあこれはだから本当男と女の問題だけじゃなくて、仕事でもね絶対そうじゃないですか。これねいついつまでにちょっと絶対必要な契約書なんで、いついつまでにはポストに投函してくださいねとか、この商品いついつに納品してもらわないとすっごく困るんで、いついつまでには必ずねこの場所に納品してくださいね、大丈夫この日ですかね、大丈夫ですか、ということを、まあ、ちゃんと言ったりするじゃないですか。まあ、それと同じ話です。なので、まあ、自分がねやっぱり不安であり心配であり分かってくれてるかなっていうことを確認するために釘を刺し、同時にねあなたに俺が本気なんだよということをちゃんとね、覚えておいてもらうためにそういうことをまあ言うということは、まあ男女ともにあるので、まあ、そこまでね言ってくるようだったらあんまりしつこいとねなんかめんどくさいなって話だけど、まあ多少ねそういうことがあるぐらいだったら
あ、まあ本気なんだっていうふうに、まあ、思っといていいんじゃないでしょうか。さあ、そして4番目です。はい、いつも気にかけてくれることですよね。まあ、1,2,3 にね、申し上げたように、まあ、すぐ引き下がらないとかね、まあ、ちょっと待つとか釘を刺すっていう話もあったんだけど、会ってる時はそういう態度をしてくれる。しかしいざ離れてみた時に全く連絡してこないとかね、あなたが連絡しても全然返事してこないとか、まあ、たまに電話してみたらね、おお久しぶり、どうもどうもみたいなね、なんか全然なんかね、なんだこの対応はっていうね、全く私のこと覚えてなかったよねっていうような話だったら、これはちょっとね、言ってるだけだよね、そういう態度してただけだよねって話なんだけど、やっぱりこう何かにつけてね、まあ連絡をしてくれる、その連絡の頻度があなたの期待とはひょっとしたらね、違うかもしれない、もうちょっとね少ないかもしれない、だけど何かしらね、彼にとって忙しい時間の合間でも気になることがあったりとか、ふとしたね、こう空いた時間なんかにあなたに連絡をしてくれたり、あなたが送った連絡に対して、まあレスポンスをしてくれたりすることがある。その中からね、あ、この人いつも私のこと気にかけてくれてるんだとか、あ、いつでもね、なんかこう私を支えようとしてくれてるんだ、なんか考えてくれてるんだっていうことが伝わってくるんだったらさ、まあ 1,2,3 で彼が示した行動は、あ、確かにそうなんだよねというふうに思っていただいてもいいのではないでしょうか。まあ、だからね、男性がこう女性のことを気にかけている時、また気にかけている女性に対してね、どんな行動や態度を示しているかっていうのは、これはね、こういう話の中でもご紹介差し上げました。こちらも合わせてご覧になっていただくといいと思います。リンクがここに出てますので、まあ、女性を、ね、気にかけている男性はこういう態度をするというお話。だから、まあね、実際にこう会ってない時というか、ちょっとこう間、空白の時にね、彼があなたにどんどん対応してくれるかっていうのが割と重要で、会ってる時に、ね、1番、2番、3番で言ったような態度を示すことっていうのは、それはできるわけさ。でもね、そうじゃない時に、どういう態度をあなたに見せてくれているか、どんな接し方をね、あなたに見せてくれているか、そしてどれぐらいあなたのことを考えてくれているかっていうことが重要だったりもするので、まあ、そのあたりがね、はっきりと見えるようなのであるならば、まあ、かなり本気の度合いは高いよねということです。さあ、そして5番目です。はい、ここまで来たらね、もうかなり本気の度合い高いんじゃないですか。躊躇せずに他のものを捨てる時です。あなたとの時間とかあなたとの関係性を守るために、今不必要なもの、また、今なんとかねできそうなことに関してはもう後回しにすると、それがいいか悪いかって言ったら多分ね悪いんだと思います。だけども本当にね手に入れたいもの、本当に心から愛していて、その人と結ばれたいと思う人が目の前にいて、この人との関係を良くしていくために、お客さんとの約束があったという時に、まあ、そのお客さんとの約束をね、それはすっぽかしちゃまずいけど、まあ、もし可能であるならば躊躇せずにちょっとね時間ずらしてもらうとか、今あなたとの時間を大事にするとか、もちろんそんなこと頻繁にやってて会社クビになっちゃったらさ話にならないから、そのあたりのバランスとかね程度の問題っていうのはあるけども、ね、今他に大事なことがあって、やんなきゃいけないことがあったりするんだけど、でもこれはちょっと後回しにして、明日朝仕事がね早くて、早起きしなきゃいけないんだけど、今でもこの時間をね、逃してはいけないと思って、あなたとの時間を最優先する。そしてそのために他のものをね躊躇なく捨てる。捨てるというかね、まあ、ちょっと後回しにするというふうに言ってもいいかもしれません。だから本当にねこう好きになっちゃってこう手に入れたいものがそこにあった時ってね、割とだからそこはもう男の人も理性が働かなくて、どちらかというとねもう先のことは考えない、もう後先もうどうでもいいと、とりあえず今目の前のこのチャンスをものにしなければいけないというふうに思ってしまって、まあ完全にね他のものを捨ててでもあなたを手に入れようというふうに思うことがそれはありよねと。ただね今言ったようにあんまりそれで何でもかんでも捨てるような人っていうのは単に節度がないというか、まあ、単にだらしないだけの人だから、そのバランスをねちゃんと保ちながら、ちゃんとね譲らないところは譲らないであっておきながら、あなたを手に入れるために多少ね後回しにして融通聞くようなものであれば、それはねもう後回しにしてあなたとのことを優先してくれるかどうか、まあ、それはそんなにね頻度の多い話ではないとは思うんだけど、まあ、そういう場面にもしあなたが遭遇してね、あ、彼はなんか私のためにいろんなことを犠牲にしてくれてるんだとか、まあ、いろんな代償をね支払って、まあ、何かしら捨ててそれまで、そうまでしてね、まあ、自分との時間を大事にしてくれてるんだと思うことがあれば、
まあ、そういうことはよっぽど本気でさ、よっぽどなんか落としたろっていうスイッチ入ってないとさすがにしないよね。だどうでもいい、お相手だったらさ、あ俺ちょっと仕事あるから割り帰るみたいなね、ことになったりとか、あちょっと俺これやんなきゃいけないことあるからさ、ちょっとまた今度ねっていう話で、まあ、終わっちゃうわけですよ。だからそうしないであなたとの時間を優先するっていうことは、まあ、そういうことだと、思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして6番目はこちらです。はい、態度と行動で示してくれているかどうかなんです。まあ、1番目から5番目までいろいろ言いましたけど、まあ、ある程度はさ、1番目から5番目までの話って演技でできるんですよね。そして言うだけでも結構、まあ、それっぽく、ね、伝えることはできるんですよね。言葉というのはただなんですよね。しかし言葉だけでは何の説得力もないんです。いわゆるエビデンスというかね、あなたの納得感を得られるような行動や態度を彼があなたに見せてくれているかどうか。俺はお前のことをすごく大事にしたいよ、お前のことを絶対に傷つけないよって言いながら、傷つける行動や態度を示すとかね、まあ俺はねお前のためだったら何でもするんだとかね、嫁と別れてもお前と一緒になるんだって言いながら普通にねお家帰って奥さんと仲良くしてるとか、なんだこれって話でしょ。じゃなくて、ちゃんとね彼があなたに対して言ってる言葉と同等の行動や態度を示してくれているかどうかなんです。お前がね助けを呼んでくれたら俺はすぐに駆けつけるとか言いながら、あなたが具合悪いって言った時もね、悪い俺仕事なんだごめんねプチみたいな、あれ何だったんだあれっていう話になっちゃうでしょ。そうじゃなくて、しっかりとした行動や態度でそれをねお示しする。それは男の人もやっぱり言うだけだから多分納得してくれてないだろうなって思うわけですね、どっかでね。だから本気でね好きだし本気で落としたいと思うから、じゃあちゃんと行動や態度で示そうと、そして彼女にそれを納得してもらおう、そんな自分をね見てもらって、そして俺と付き合ってほしいな、俺と一緒になってほしいなっていうふうに、まあ、それは普通はさ思いますよ。多少のね良識が多少でもあるならばね、だからまあそれさえ一切なく、まあ1番目から5番目みたいな話をしてるんだったら、まあそれはちょっと演技というふうに思っていただいてもいいし、逆にね、行動や態度があなたから見てね明らかに、あこれはもう納得できますと、まあ確かにおっしゃる通りその通りですねというふうに思えるんだったら、確かに彼はあなたを本気でね、中途半端な遊びではなくて、まあお付き合いという意味でのまあ、口説き落とそうとしているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあということで、全6項目ご紹介差し上げました。もちろん個人差がある問題だし、あなたとね彼との関係性にもよるから、まあ、この限りではなくてね、まあ、他のパターンっていうのもいくらでもあるんでしょうけど、ただね本気でこうあなたに対して好きという気持ちだけではなくて自分のものになってほしい、まあ、ものって言い方は、ね、良くないかもしれないけど、でも自分と結ばれてほしいと切実に思っている時というのは、やっぱり傍目から見てもさちょっとあこの人いつもと違うよねっていうことは分かるじゃないですか。だからそういう態度はねしっかり見えているかどうかっていうところを、まあ、確認された方がいいのかなと思います。もちろんね彼が本気だから、じゃああなたもそれにね、まあ、合わせて本気にあなた本気になって彼を好きにならなきゃいけないかっていうと、それはまた別の話だから、あなたが納得いくね、まあ、アプローチをされて、そしてお相手のことをあなたもね、受け入れてもいいなと思える人なのであれば受け入れればいいし、まあ、そうじゃなければね、まあ、さっきの1番目の話あたりで言ったように、あもう無理無理言ってんだったら早いとこシャッター閉めてさよならしないと、逆にね相手にも迷惑かけてしまうことになるので、まあ、その辺はね最後はあなたの選択、あなたのご判断と、いうことになるのではないでしょうか。現場からは以上です。